私は自由民主党公明党を代表して、ただいま議題となりました議員運営委員会岩城光秀委員長に対する解任決議案について反対の立場から討論させていただきます。現下の我が国の情勢を見ますと、少子高齢化が急速に進み、経済活動や社会の仕組みも大きな変革が求められております。安倍政権が進めるアベノミクスによる3本の矢によって経済活動を活性化させ、日本経済を回復拡大基調に乗せていく重要な局面に来ています。また民主党政権の3年猶予の間に失われた我が国の大切なものを取り戻すため、国を挙げて取り組まねばなりません。国民はそのことを重々承知しており、昨年の衆議院選挙、そして夏の参議院選挙において自民党公明党に大きな期待を寄せ、衆参のねじれは解消したのであります。真っ当な政治、真っ当な政策を果敢に断行する安倍内閣の真骨頂が遺憾なく発揮される環境が整ったのであります。参議院選挙後のこの臨時国会は、アベノミクスの各班の政策法案を取りまとめ、成立させ実行につなげていく極めて重要な国会であることは言を待ちません。岩城委員長は参議院での国会運営の要であり、議員運営委員会において国民が期待と願いを込めて待ち望んでいる法案を十分な時間をかけて真剣に議論し、しかるべき時期に結論を出すべく毎日毎日大変な努力を重ねてこられたのであります。そのことは野党の諸君も十分了解されており、岩城委員長に対しては感謝と尊敬の念を抱いておられると言って過言ではありません。今回解任決議案を提出したのは偏屈な民主党で、社会民主党とみんなの党も加わってはいますが、他の会派の諸君は民主党のこうした独りよがりの横暴な行為を冷ややかな目で見ているのであります。民主党はそのことを全く分かっておらず、周りからは蔑みと嘲笑を買っていることをこの際強く認識すべきであります。全く呆れるばかりであります。民主党は解任決議案の中で野党の意見を封殺する一方的な議事運営を繰り返したと述べていますが、全く事実に反するためにする批判と言わざるを得ません。委員長は各会派の意見を十分すぎるほど聞きながら、円満な委員会運営を心がけ、この臨時国会の会期と法案の重要性を鑑みながら、最終的には採決によって委員会付託という手法で法案審議を進めようとしたものであります。このことを理解していない、また分かっていても党利党略のみを優先して岩城委員長を意図的に軟禁するのは、さすが国民からそっぽを向かれた民主党と言わざるを得ません。衆議院選挙と参議院選挙で民主党がどのような評価を国民から下されたのか、どうして国民から相手にされなくなったのか全く理解せず、何の反省もしていません。こうした民主党のやり方に対しては怒りを通り越して情けなさと悲哀を感じているのが民主党以外の政党と有権者、国民なのであります。改めて言います、民主党の皆さん、恥を知りなさい。また民主党は解任決議案の理由の中で、社会保障制度改革プログラム法案の本会議での趣旨説明質疑を求めた際には、衆議院とのバランスを理由に拒否する与党の言い分のみを採用し、本会議での趣旨説明を聴取しないまま議員運営委員会での採決によって法案を厚生労働委員会に付託した。これは本院の存立を危うくする行為であり、さらには野党の質問する権利を封殺する暴挙であると言っています。全く的外れな指摘であり、本院の存立を危うくしているのは岩城委員長ではなく、あなた方民主党の存在そのものであります。民主党は独りよがりの質問権を振りかざし、3本もの法案に関し1党だけで本会議質問を強行したのであります。今国会での重要広範議案といわれる法案は5本であり、衆議院ではそれに関して本会議質問がなされ、参議院でも登壇者とすることが当然でありました。しかしその慣例を無視して、また他の会派の意向や要望を考慮もせず、民主党は自らの党利党略のみで3本も単独で質問したため、
他の全会派が必要性を認める登壇者の法案はなくなってしまったのであります。岩城委員長は残る会期と法案の重要度合いを考慮し苦渋の選択をされたのであります。今回の行為を例えれば、民主党は浅はかにも衆目の厳然で自分の首を自分の手で締め付け苦しみもがく演技をして、岩城委員長が首を絞めている、助けてくれと叫んでいるのであります。その滑稽さとバカさ加減に気がつかないところがまさに民主党の民主党たるゆえんであります。岩城委員長はその温厚な人柄であり、全議員に親しみと尊敬の念を持って知られる存在であります。委員長の職責は一党一派に偏ることなく中立公平な運営を行うことで議会政治の本筋を守ることにあります。委員長はその責任を従前に果たし、委員会運営を円満かつ平等に進められてきました。岩城委員長に解任決議を突きつける民主党の軽挙盲導は、我々がこれまでに与野党の分け隔てない協力のもと地道に営々と築いてきた議会運営の王道を破壊するものであります。まさに団長の思いであります。最後に、我々参議院議員は今後とも良識の府に共謀し、正常な議会運営を心がけ、真摯に審議を積み重ねる姿勢を終始一貫して貫いていくことを国民にお約束します。以上、我々は民主党には反省して事態を改善する自浄作用も倫理観も良心のかけらもないことを知りつつ、あえて今回も民主党に対して度重なる党利党略、与党のみならず他会派の意見を全く聞かない議会制民主主義に基づく見苦しい暴挙に対して猛省を求め、岩城委員長の解任決議案への反対討論といたします。